後期。今年ももう終わりね。そうだね。新型コロナの影響で思うように信号機撮影ができなかったけど、撮れる信号機は悔いなく撮れたと思うよ。それは良かったな。にしても2020年を振り返るといろんなことがあったな。今年は両筆を始めた年でもあります。確か発動が投稿に1ヶ月かかってましたよね。そうなんです。エラーばっかりでてうまくいかなかったんです。ですが、そんな困難も乗り越え、新たにゆっくりも導入しました。ゆっくりを初使用したこの動画ですが、おかげさまで視聴数8000回を達成しました。視聴者さんに感謝だね。編集が下手な動画でしたが、ご視聴ありがとうございます。他にも、霊夢や乗り差だけでなく、いろんなキャラを出演させたりもしました。ですが、作成した動画本数は少なく、一人数回ずつしか出演できていません。他に振り返ることといえば、多くの信号機が更新されたことです。オリンピックの影響により多くの信号機が協賛低コストに更新されました。新型コロナによって信号機撮影ができてなかったから、かなり痛いよね。中には取り逃した信号機もいくつかあります。ここからは、今年更新された主な信号機を紹介します。まずはこちらの交差点からです。浜松西インターの近くにある連続交差点に設置されているこちらの信号機ですが、今年の10月に協賛 VSM に更新されました。レンズ交換灯機も珍しいので残念です。続いてはこちらの交差点です。浜松市鴨江に設置されていたこちらの MS 角型ですが、青竹比較制限の現在低コストに更新されました。テープ主はなんで更新後を取ってないんですかね。ちなみに浜松市の MS 角型は、一の東交差点しか残存してません。19ですでに紹介済みですが、こちらの交差点には公道最後の MS 独自矢印がありました。しかし、うつ主が訪れた時にはすでに更新されてました。信号機撮影の際、行ってなかったら誰でも辛いですよね。ここの VSM に更新されました。ここも更新後に撮影です。静岡駅南口交差点には LED ユニットに交換された第3世代おにぎり外機器のみ設置されていましたが、高度低コスト経過時間組み込みに更新されました。ここもデータなしです。続いてはこちら、皆さんご存知、森下公園前交差点です。ここには、歩道橋に設置された MS 角型がありましたが、歩道橋改修工事により、高度低コストに更新されました。なお、通常設置された MS 角型や、主道路に設置されていた高度鉄板は更新されませんでした。続いてはこちら、万世町北交差点です。ここの交差点には、高度校長が設置されていましたが、ここも VSM に更新されました。次はこの交差点です。小糸角型がしぶとく残っていましたが、ここも VSM に更新されました。小糸角型もかなり減ってしまいましたね。更新情報は以上です。最後に総まとめ動画を作成したのでご覧ください。
後方信号機に出演することになりました。白霊霊夢と霧雨マリサだぜ。どうもリスターパークですが、まあですだぜ。嘘なのはわかってるわよ。次行くわよ。おう、愛知県や大阪府、奈良県、神奈川県、千葉県にもあるんだっけ。確かに設置されていますが、今の時代は整骨とか主流なので設置数は少ないです。私から見揺れると思わないでね。私も驚いたわ。軽増減が一致しているなんて。というわけで以上です。ようつべを続けることができたのは視聴してくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。2021年も後方信号機をよろしくお願いします。